キリスト教教理入門ミラード・ジェイ・エリクソン第1章神学とは何か第2節神学の方法第1項聖書の資料の収集の第二段落この段階であっても使っている材料について 注意深く考えるることが重要である例えば仲介書の著者がどのような立場にあるかを考慮すべきである自分の一般的な方向性とは矛盾する前提を無意識に取り込むことのないように少なくとも著者の神学的視点を承知しているべきであるここに潜んでいる問題は 航路調整のため道具を使用する時に起こるかもしれないことに似ている羅針盤における小さな誤差が長い距離を旅した場合には進路をはるかに離れるという結果になりうるそれゆえ解釈のための道具を注意深く評価することが大切である。